ブンデスリー側8日、第11節2日目を行い、内田篤との所属するシャルケは敵地でフライブルクと対戦し、0対2で敗れた内田は右サイドバックでフル出場したが、試合終盤に左腕を負傷。試合後、クラブは骨折の疑いがあるため、検査を受けることになったと発表した。0対2で迎えた後半アディショナルタイムだった内田が相手選手と競り合い。 もつれれるようにに倒れ込んだ際に左,腕を負傷左手首付近を押さえ苦悶の表情を浮かべた一旦ピッチを離れて治療を受けたがすぐに戻り試合終了までプレーしかし試合後にクラブは公式ツイッターで現在骨折が疑われていますと明らかにした9日に精密検査を受ける予定で負傷の状況はその後発表されるが骨折となれば 10日から始まる日本代表合宿も事態が確実、ブラジルワールドカップ以来の代表招集となった内田だが、まさかのアクシデントに見舞われた。